皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回もドラゴンクエスト11のお時間やってまいりました。そしてあの子たちがすごい必死に登ってるからな。まあなんか怪しいものは確かだよね。でも誰もいなさそうなのに炎がと思ってる。ん？なんか宝石みたいなのがあるね、これ。あ、ここだ。歯車がある。扉は固く閉ざされている。不思議な形のくぼみがあるが、鍵穴はどこにも見当たらないようだ。神秘の歯車をくぼみにはめますか。はめるしかないね、これ。これで仕掛けだったようだね。明るいね、中が。お、道が開かれたぞい。ここが忘れられた時の鬼神が集うという忘却の塔じゃったか。早速先に進もうかの。行くぞ、ゆずきしろ。ん？あれ？あ、悪い子がいるんじゃない？黒い子。ああ、入っちゃいけない子が来ちゃってんだ、これ。大丈夫かな。ということで、ひとまず、ここまで来たと。一方通行のようだね。綺麗、綺麗だね。あ、こんな感じなんだ。まあ上まで多分一方通行とかになるのかな。ちょっと仕掛けとかはありそうな気はするけど、ひとまず、ここまで来れたと。お、歯車の仕掛けだ。あ、すごい、すごいね。よくできてる。ん？お、ぴったりはまった。ここは、あー、なんか行けるところとかがちょっと変わってるようだね。こっちの方だとどうなるんだろう。ここはどこに行く？くるくるっと回って、ん？結構複雑になってるのかもしれないね。あー、結構複雑なんだ、ここ。下行くしか、あ、宝箱。下は特に何もなしか。ん？レシピブックだ。俺は助かる。流星の剣。あー、ダガー、エッジ。輝きの、あ、すごい。いろいろ覚えてるじゃん。これはすごい。ただでもなんかあれだよね。マオールの方が倒した後だからね。なんか手に入ってもっていう感じではあるものの。まずいただきと。この上、まあ、どんどんひとまず上に上がっていけるのであればもう上がってっちゃっていいのかな。ただちょっと行けきってないところがあるから、何かあるかもしれないよね。ん？あれ？大きい子がいる。あれ？落とせば入った。今年への神殿だ。え、誰？でかいよ、あの子が。ん？体の中に何かある。宝石？私は時の番人、時の行く末を見守る者。時の番人、あんたは一体何者なんだ。私は何者でもありません。ただ時の流れを見守るだけの存在。時の番人よ、この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。私たちには蘇らせてほしい。かけがえのない人がいます。どうか知っていることを教えてください。あ、この先にある神殿には時の王部と呼ばれる王局が祀られています。その時の風の力を使えばあなたたちの願いも叶うでしょう。ですが、あなたたちには本当に失われた時を求める
覚悟はありますか？覚悟だとどういうことだ？時のオーブとは失われた時の決心が遥か古より紡ぎ続けたロトズタ社の時の結晶。その時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ、全てが過去に巻き戻るのです。あ、仲間を蘇らせたければ世界の時を断ち切らなければならない。失われた時を求めるあなたたちがしようとしているのは世界にとって大きな選択なのです。お姉さんは復活させるにはこの世界ごと時を巻き戻すことになるの。世界ごと過去に戻る、もしかすると、いや、しかし、もしその話が本当だとしたら、大樹が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーガの悪しき野望を食い止めることができるのではないか。あ、そういうこと。そうすればベロニカだけじゃない、あの日失われたロトズダシアの全てを今度こそ救えるかもしれんぞい。おそらく今この時を紡いでいる一番新しい時のオーブを壊してしまえば、あなたたちが望む世界が闇に覆われる直前に戻ることもできるかもしれません。もし世界の運命を分けたあの日に戻り、ウルノーガをこの手で止められるのなら、俺は喜んで過去に戻るぞ。残念ですが、あなたたち全員が過去に行くことはできません。時のオーブを壊すには、すべてを断ち切ることのできる大いなる力が必要です。そのような力はおそらくこの世界で一つしかありません。あ、勇者。それはあなたの持つ勇者の力です。あなたの名前はそう、柚木城というのですね。柚木城、あなたが持つその勇者の剣を持ってすれば、時のオーブを砕くことができるはずです。それができるのはあなただけ。そう、過去に戻ることができるのは柚木城、あなただけなのです。ちょっと待ってよ、過去に戻った柚木城はまたここに戻ってこられるんだろうな。一度過去に戻れば、おそらく二度とこの世界には戻ってこられないでしょう。それに壊れた時のオーブが暴走すれば、ねじ曲がった時の渦に飲み込まれてしまうかもしれません。時に渦に飲み込まれてしまったら、柚木城は永遠に時の狭間をさまようことになるでしょう。そんなかけがえのない仲間と別れ、たった一人で過去に戻るあなた自身もどうなるかわからない。柚木城、それでもあなたは失われた時を求めて過去に戻る覚悟がありますか？この選択にはあなたが決めるのです。覚悟ができたら時のオーブが待つ時の神殿へ。ということのようだね。いやー、一人で行くことになっちゃうんだね。でもせっかくここまで来たし。どうしたの？あ、どうしたのみんな。ごめんなさい、柚木城様。でもあなたを行かせるわけにはいきません。あ、行かせないってこと？神よ、柚木城様、ごめんなさい。たとえあなたの決断でもこれだけは認めるわけにはいけません。いなくなったお姉様の分まで絶対にあなたを守ると私は髪を切った日そう誓ったのです。柚木城様に何かあったらお姉様に叱られてしまいますわ。ですからどうか考え直してください。過酷な運命はいつもわしから様々なものを奪う。しかし今度ばかりは止めねばならん。柚木城、
この一度だけ年寄りのわがままを聞いてくれ。お主までいなくなったらばしは、もしここで行かせてしまったら、あなたの身に何かあったら、私はきっとまた後悔することになる。だからお願い行かないで。私はあなたまで失いたくないわ。ゆずきしろ、悪いが、お前を過去に行かせるわけには行かせられない。クソ、なぜ俺が過去に行けないんだ。この手でウルノーガの野望を止められずにここで手をこまねいているというのか。ゆずきしろちゃん、私たちは魔王を倒して世界を救った。もう十分すぎるほど頑張ったじゃない。私もう嫌なの。これ以上大切な仲間を失うのは、あなたまでいなくなってほしくないわ。神、あ、ちょっと待って。神、ゆずきしろ、お前は本当にそれでいいのか。時の番人が言ったように、過去に戻ったらもうこの世界に戻ってこられない。お前だってどうなるかわからないんだぜ。それでも、それでもお前は過去に戻るって言うのかよ。戻りましょう。一番初めに戻ってやり直せば。負けたよ。お前はおっとりしているようで、こういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ。だったらもう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ、ゆずきしろ。さあ行きなさい、ゆずきしろ。私たちはみんなあなたの意思を尊重するわ。でもきっと本当に過去に戻ったら、成功したら、多分みんなもこのことを忘れてなかったことになるんだね。でも行ってみよう。覚悟を決めたのですね、ゆずきしろ。では私の知り得る限りのことをあなたにお伝えしましょう。時のオーブを壊した時、あなたが過去へ持って生きるのは、おそらくあなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そして、時の神殿の周りを回っている、あ、金庫の中身のみ。金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。あなたが時のオーブを壊した時、あなたたちの持ち物と袋の中身はこの、悠久の金庫の中に入り、あなたはこれからの冒険に必要なものを過去へと運んでくれるでしょう。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、あなたがかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはずです。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。さあ、私の知り得ること、知り得ることはここまで。過去へと旅立つ準備ができたら、時の部の前へどうぞ。ということなんでね、早速行ってみよう。時の部、後戻りできない。それでも過去に戻りますか。戻りましょう。あ、すっと現れた。時の番人の名のもとに、あなたを過去へと導きます。ゆずきしろよ、前へ。あ、みんな、ゆずきしろ。そうだね、永遠の別れになる。過去で会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。もうグレグったら、堅苦しい別れなんてやぶよ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。さよならなんて言わないわ。だってまだ過去で会えるし。
柚月シロなら大丈夫、きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。さあ柚月シロ、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。柚月シロよ、立派な顔つきになったの。なあに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。神を気遣ってくれてる。柚月城様、私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間、私絶対に忘れません。あ、泣いてる。だから柚月城様、だからまた私のこと探してくれますか。さあ時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。あ、砕けちゃったね。確かに。柚月しろ、柚月しろ。あ、ロウ。柚月しろ、俺たちはもう一度お前と旅をするからな。また会おうぜ。今までの記憶が遡っていくから。アンベロニカ、そうだね、みんなとの今までの記憶が。さあどこまで遡るんだろう。絶対に元気で帰ってきてね。あ、グレイグ、この災いを呼ぶものを早いな。今までの名場面みたいな。あ、今までいろんなことがあったね。そう、今まであったことも全てなくなってしまったからね。ひとまずどこまで巻き戻ったのか気になるところだけど。来たね、ついに過去に。ここはどこだろう。ん？あれ？そうだ、この剣があった。いつの時代まで戻ってきたのか。過去だからな。ひとまずちょっとこっちにセーブしとこ。さあこの先、ひとまずまあ装備品はみんなの装備袋に入ってるって話。ん？時を超えた旅人だ。ん？聖地ラムダのようだ。ん？トロフィー獲得。ん？ただまだベロニカとセーニャがいる時なのかな。
あら勇者様、仲間の皆さんと大聖堂を向かったはずなのになぜこんなところに。勇者様がいなくなってきっと中老様が心配していますわ。大聖堂の方へ戻ってあげてくださいな。あ、そうか、そこに戻ってきたんだ。ベロニカがみんなを送る前に戻ったんだ。大聖堂ってこの先だよね。ひとまず行ってみよう。ここだったけど、大聖堂って、うん、そうだね、合ってる。そうか、大樹が落ちる前に戻ったんだね。セニカ様、いよいよ私たちの使命を果たすべき時がやってきました。あ、ベロニカ、よかった。これから集めたオーブを携え、悪を払う力が眠る命の大樹へと勇者柚木四郎を導きます。大樹は選ばれた者だけが入る未開の地、その先に何が待ち受けているのか行ってみないと分かりません。でもたとえどんな困難が起きたって、私が必ず柚木四郎をこの手で守ってみせます。柚木四郎は私たちの希望の光、その光がある限り世界は闇に染まらない、私そう信じてますから。あ、そんなこと言ってたんだね、ベロニカ。だから無事に使命を果たせるように見守ってくださいね、セニカ様。ん？あ、柚木四郎じゃない、まさか今の聞いて。っていうか、そのご通券は何よ。あんた今までどこ行ってたのよ。あ、かわいい、ベロニカ。ここで長老様の話を聞いたら急にいなくなっちゃうんだもの。びっくりしちゃったわよ、もう。あんた一体どうしたの。そんな泣きそうな顔で見られたらこっちも調子が狂うじゃない。これから大仕事するっていうのに、肝心のあんたがそんなんでどうすんのよ。しっかりしてよね、勇者様。あ、みんな。キャ、ゆずきしろちゃん、よかった。戻ってきてたのね。どこにもいなくて心配したんだから。あ、まだみんなが。どうしたの、ゆずきしろちゃん。さっきからみんなの顔をじろじろ見たりして。おいおい、ゆずきしろ、お前ずいぶんぶっとい剣持ってんな。そんなの持ってたら、まあ、悪魔の子って言われても仕方ねえぜ。まあいいや、それよりも早く命の大樹に向かおうぜ。俺もう待ちくたびれちまってよ。始祖の森の頂上にある祭壇に私たちが持つ6つのオーブを捧げれば命の大樹に行けるってことでしたね。あそこの扉から下の森へ行けると中路様がおっしゃっていたわ。まずは山頂の祭壇を目指しましょう。さあ、長かった旅もいよいよ終盤じゃ。悪しきウルノーガを倒すためにも、いざ命の大樹へ向かうぞい。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。